先輩、今日のお夕飯は私が作ってもいいですか？ああ、それは助かるけど、何か作りたいメニューでもあるのか？はい、今日はオムライスに挑戦してみたいんです。へえ、オムライスか。確か卵はまだあったはず。あ、学校の帰りに材料は買ってきてあるので大丈夫です。さすがさくら。でもどうしてオムライスなんだ？実は今日のお昼ご飯は姉さんや三鶴先輩と一緒だったんですけど、その時新都にあるレストランの話になったんです。もしかして最近できたって話題のあのレストランか？はい、この間テレビでも紹介されていましたよね。休みの日には行列もできるほどだって。三鶴先輩はご家族とそのレストランへ行かれたそうで、その時のことをいろいろと聞かせてくれたんですが。なるほど、つまりそのレストランで三鶴が食べたっていうのが。はい、そのお店で一番人気のオムライスだったんです。話を聞いてたら食べたくなったってわけか。はい、パラッとしたチキンライス、そしてふわふわとろとろの卵。三鶴先輩のお話が上手ということもあるんですが、話をする時のお顔がとてもそのなんというか、とても幸せそうないい顔をされていて、すごく気になってしまったんです。それでそのレストランに食べに行くんじゃなくて自分で作ってみようと思うのは桜らしいな。どうせなら美味しいオムライスをお家でみんなと一緒に食べたいと思って、それに自分が作ったご飯であんなに幸せそうな顔をしてもらえたらすごく素敵だなと。ただ卵をふわとろに焼ける自信がないので、先輩に教えていただけたら嬉しいんですけど。ああ、あれは結構コツがいるもんな。俺のやり方で構わなければ教えられると思うよ。ありがとうございます。それじゃ早速準備するか。先輩や皆さんが素敵な笑顔になれるようなオムライスを作れるように頑張ります。今回のメニューはふわふわのオムレツをチキンライスにのせたオムライス。口の中で卵がふわっととろける、そんなオムレツを目指そう。ふわとろオムレツは卵が半熟になったら温かいうちにラップに移し成形するなんて方法もある。今回さくらにはこの辺をやってもらいたいと思ってる。最近は俺のフォローもあまり必要なくなってきたな。嬉しいけどなんだか少し寂しさも感じるというか。準備完了です。ああ、頑張ろう。
調子いいかな。調子いいかな。特製ふわとろオムライスができました。いただきます。本当にうまい。卵がふわふわで美味しかったです。うん、卵もちゃんとふわとろだったし、お店で出てきても不思議じゃないくらいうまかった。先輩にそう言ってもらえて嬉しいです。皆さんにも喜んでいただけるでしょうか。大丈夫だ、俺が保証する。このオムライスならきっとみんな喜んでくれるさ。そのために頑張って覚えたんだもんな。卵をふわとろにするためには火加減やタイミングがすごく難しかったですけど、頑張った甲斐がありました。先輩もコツを詳しく教えてくださってありがとうございました。どういたしまして。俺もさくらに喜んでもらえて嬉しいよ。はい、今度姉さんやセイバーさん、藤村先生、ライダーにも食べてもらって感想を聞いてみたいな。あとは食べてもらえるかわからないけど、兄さんにも。シンジならきっと喜ぶよ。ありがとうございます。そうだととっても嬉しいです。あ、そういえば水釣り先輩たちとの話には続きがあるんですが。そうなのか。はい、私がオムライスを作りたいから先輩に教えてもらおうかなって言った時に、エミヤと肩並べて料理、そんなのもう夫婦でしょう、などと言われまして。それにエミヤもなかなかの腕なんでしょ。それだったら二人で一緒にお店でもやったらどう、なんてことも。三つ釣りのやつ、さっき先輩に褒めてもらって少し考えたんです。いろいろ作れるようになったら
お店を開くのもいいかなって。先輩と一緒に美味しい料理を作ればみんなを笑顔にできるかななんて。そうだな、三つ釣りに言われたからってわけじゃないけど、さくらと店をやってみるのは面白そうだ。あ、いや、店を始めたとしても俺は料理を作ることしかできそうにないけど、お客さんの前に出ていくのはさくらの方がいい。きっと店の雰囲気だって華やかになる。でも忙しい時にはやっぱりさくらにも厨房を手伝ってもらわないと。あ、さくら、なんか顔が赤いけど大丈夫か？なんでもないです。ただなんだか本当に夫婦二人で切り盛りしているお店みたいになりそうだなって思って。そうだな。まったく不死姉のやつ、こんなにもらってきても食べるのが大変なのに。ただいま戻りました。あ、おかえりさくら。どうしたんですか先輩、なんだか元気がなさそうに見えますが。ああ、藤姉から大量に押し付けられた柿をどうしたものかと頭を悩ませてたところだ。そうだったんですか。柿なんて冷蔵庫に入れても10日くらいが限度だろ。熟しすぎて美味しくなくなったらもったいないし。いただいたのって甘柿ですか。そうだとしたら干し柿には向かないですよね。かといって剥いて食べるのも限度がありますから、私にも使い道がちょっと思いつかないです。柿で料理ってなると、そういえば前にいくつか作ったことがあったな。あれにしてみるか。あ、本当ですか先輩、さすがです。ああ、その時は柿のサラダとベーコン巻き、それからクリームチーズの包み揚げの3種類。すごい、柿でおかずが作れちゃうなんて驚きです。私、柿は普通に剥いて食べるか干し柿くらいしか考えつかなかったです。まさか柿で本格的なお料理ができるなんて。普通に剥いて食べても十分にうまいんだろうけどな。けどさすがにこの量だし、何より味のバリエーションができるから飽きないでたくさん食べられるのが利点なんだ。それに多分藤姉もこうなるのを見越して柿を押し付けていったんだろう。ということはもしかして。後でランサーも呼ぶって言ってたから二人で一杯やるつもりなのかもしれない。藤姉たちの分と当然俺たちの分も作るから、結構柿を使いそうだな。あの、もしよかったら私もお手伝いしてもいいですか。
もちろん。さくらが手伝ってくれるなら俺も助かるよ。ありがとうございます。知らないメニューを覚えるのはとても嬉しいです。何より柿がどんな風に変身するのか興味があります。さすがさくら、勉強熱心だな。じゃあまずは柿のサラダから作ろうか。そういえばサラダにはどんなドレッシングを合わせるんですか？柿のサラダに合わせるものがどんなものか全然想像がつかなくて。ドレッシングも柿を使って作るんだ。すりおろしたり潰した柿に酢やオリーブオイルを加えて味を整えて。わあ、本当に柿尽くしなんですね。柿の大量消費にぴったりだろ。というわけでまずはこの大量の柿を剥くところから始めるか。今回のメニューは旬の柿を使ったオードブル。意外かもしれないけど柿の甘さがチーズやベーコンの塩味と合わさって絶妙な味になるんだ。柿は柔らかいものをクリームチーズの包み揚げに、固めのものをサラダやベーコン巻きに使うといいぞ。今回さくらにはこの辺をやってもらいたいと思ってる。最近は俺のフォローもあまり必要なくなってきたな。嬉しいけどなんだか少し寂しさも感じるというか。準備完了です。まあ頑張ろう。その調子だ。
調子いいかな。柿のオードブルができました。いただきます。いい味だな。やっと満足する出来になりました。美味しかったです。初めて食べる食感でしたが、癖になりそうですね。そうか、さくらに気に入ってもらえてよかった。私、柿って今回みたいに調理して食べたことはありませんでしたけど、ベーコン巻きもサラダもチーズの包み焼きも本当に美味しかったです。柿にベーコンやチーズの塩気が合わさって、より深く柿の甘さを楽しむことができました。まあ、甘さとしょっぱさの組み合わせも意外と悪くないだろう。はい、いくらでも食べられちゃいそうでした。なんだか新しい扉を開いたような気持ちです。さくらにそこまで言ってもらえると、俺も作った甲斐がある。柿もだいぶ使ったから腐らせる心配もなさそうだ。しかし、オードブルがいい出来なだけに、今度は柿が足りるのかって心配になってきたな。藤村先生もランサーさんもきっと喜んでたくさん食べてくれそうですね。まあ、あんまり飲みすぎなきゃいいんだけど。以前、藤村先生が先輩が作ってくれた料理が美味しすぎてお酒が進むっておっしゃってましたからね。もしおかわりを要求されたら、生ハムと柿でも渡しておくか。わあ、その組み合わせも美味しそう。柿のオードブルもそうですけど、お料理って発見の連続ですね。今まで知らなかったり味わったことのないようなこともいろいろ工夫して見つけていく、思いもよらない発見ができるのもお料理のいいところですね。まあ、そうだな。それじゃあ柿の食べ方をもう一つだけ。え、どんなレシピですか？ぜひ教えてください。もちろんだけど、作っても絶対口にしないと約束できるか？え、それって一体？実はな、柿をラム酒に漬けるとめちゃくちゃうまい果実酒ができるらしい。俺たちはまだ未成年だから飲めないけどな。成人してからのお楽しみってことですね。そういうこと。でも、せっかく先輩が教えてくださったので、大人になったら絶対試してみますね。その時は先輩もご一緒してくれたら嬉しいです。ああ、約束だ。よく合うつまみを用意して待ってるよ。先輩の隣でお酒を飲める日がとても楽しみです。